宮の沢バスターミナルは北海道札幌市西区宮の沢一条一丁目17に所在する自動車ターミナル法による一般バスターミナルの名称。札幌市独自の分類では乗り継ぎバスターミナルとされる。バスターミナル構内1999年2月25日共用開始。札幌市により設置され管理運営は西陣サービスが行う。 札幌市営地下鉄東西線の延長と同時に、宮野沢駅に併設する形で開業したもので、事業者により、地下鉄宮野沢駅前、宮野沢駅と案内上の故障は異なるが、すべての路線がバスターミナルを使用する。乗り場は10カ所設置され、利用者用の地上で入り口は設置されず、地下を通っての行き来となる。ターミナルビルには声優が各店舗として入居している。 開業依頼バスの乗車券を取り扱う窓口が設置されていなかったが、2013年3月29日に JR 北海道バスがバスチケットセンター宮の沢店を開設、自社の定期券の発売を行っている。小樽市方面へ向かう高速バスなどはバスターミナルに乗り入れず、北海道道124号宮の沢北1、乗船沿いの 西町北20丁目停留所に停車する。路線は2021年3月1日現在。3.4番乗り場以外は JR 北海道バス3.4番乗り場は北海道中央バス。路線詳細は営業所。路線記事を参照。富岡、丁寧木南口経由。ありがとうございます。